はい、エビちゃん皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ということでランキング動画も今回で最後になります。最後は ST の、ランキングを作成していきたいと思います。で、以前と同じようにね、ST できる選手で、ランキングを作成していきますので、例えばロナウジーニョとかはここのランキングには入ってこないのでご了承ください。ということで早速作っていきましょう。はい、まず10位がテベスになります。171cm のハイハイの54というところで、まあペースね、90としっかりあって、シュートめちゃくちゃうまいだろうね、これ。多分めちゃくちゃうまいと思います。シュートめちゃくちゃうまくて、で、パスもね、視野91のショートパス92とパスもうまくて、で、ドリブルもね、テベスってちょっと重い感じだけど、さすがにこれだけ能力上がってれば、ヒーローに比べたら、一つ前のね、UCL ヒーローに比べたら軽さも出てくるんじゃないかなとは思います。で、テベスのいいところは、フィジカルの強さだね。この身長でやっぱりフィジカルが91あって、積極性も96あって、スタミナも98あるっていうのはかなりポイント高いんじゃないかなとは思います。プレイスタイルが高精度、ループショット、パワーショットプラス。で、パワーヘッダー、トリッカー、シールド、テクニカル、クイックステップ、容赦なしといったところで、まあ、かなり UCL からもね、プレイスタイル追加されてますし、なんかトリッカーはなんか最近追加されるけど、なんかやっぱ軽くなるんかなって思っちゃいますよね。これ毎回つけられるから、強い ST の選手には。まあ、もしかしたらこの、スキルムーブが、フリッススキルムーブができるから、とりあえず入れてるっていう可能性もあるけど、まあ、この選手はね、4321の右とかで使って、下げる役割とかさせたら、まあ、ハイハイで守備もしてくれるし、で、容赦なしでね、スタミナも、持つっていうところで、めちゃくちゃ強いんじゃないかなとは思います。で、走らせてフラスルとか上げれば、まあ積極性があるから、それもかっさらってくれそうだし、まあ体も強いし、速いしっていうところで、まあちょっとね、使われたことがないというか、なかなか珍しいカードにはなりますので、で、レンタルもね、ちょっと当てれないというか、これプロモパックとかでもレンタル来てなかったので、使ったこともないし、使われたこともないんだけど、まあ能力だけ見たらその、まあ10位には食い込んでくるかなってレベルだと、思います。一回ちょっとね、どっかで当てたり、レンタルとか当たったら使ってみたい選手だなと思います。かなり気になる能力値はしてます。はい、9位がクライフになります。110センチのハイローの55になっております。で、能力がね、ペースしっかりあって、シュート、パス、ドリブル、全部素晴らしいです。で、体幹の数値は、まあ、まずまずと言ったところで、プレイスタイルがね、ループショットにパワーショットプラス。ティキタカプラスじゃねえわ。ティキタカのスルーパス。ここあんのめちゃくちゃ優秀 ST で。やっぱり真ん中でね、ダイレクトでさばいた時に、ティキタカあるだけで横パスできるし、ダイレクトでね。で、スルーパスもあるから展開もできるっていうところで、クライフはやっぱり、個人でのね、速さは、クイックステップだったり、ラピッドがないから、速いんだけどね、それでも。それでも速いけど、ちょっと馬力とか、そういった一瞬の速さとかは、他のクイックステップ持ちとかには劣るんだけど、その分ね、このパスさばけるっていうところはかなり優秀かなとは思います。で、実際テクニカルとかもめちゃくちゃ速いし、トラップしてからのパワーショットとかもめちゃくちゃ強いから、まあ、ここがあったらぶっ壊れてたかもね、クイックステップとかが。まあ、それだからつけられてない可能性はあるけど、まあ、クライフはね、ないけどめちゃくちゃ速いんだよね。だからこれはまあなんか不思議なもので、まあ選手のボディタイプなのか固有なのかわからないけど、まあ、めちゃくちゃ速いっす、なんだかんだ。で、能力もね、ほんと申し分ないね。なかなか、もうドリブルはめちゃくちゃ軽いし、パスもめちゃくちゃ上手いし、なんか気になる点はないかな。フィジカルがちょっとないぐらいで、まあほんと55ですし、パスも出せるしっていうところで、めちゃくちゃ、まあ自分は大会でね、ST でずっと使ってたんで、もう強さは保証します。本当に司令塔タイプの ST っていうところで、もうどんどんこの選手に出してダイレクトで叩いてみたいなサッカーができるんで、まあ本当好みによっては、まあこの順位以上になるんじゃないかなとは思います。C がジノラになります。186センチのハイミディの55になります。もう本当に ST ってなってくるとね、もう55が当たり前になってきますよね。で、能力見ていくと、まあペース91で速くて、で、シュートもまあまあ、昨日の動画でも紹介したけど、まあ、ジノラはね、すーごく強い。なんかね、なんかすんごく強い。プレイスタイルもね、パワーショット、トラッパー、フレア、テクニカルプラス、クイックステップって、すごい物足りない感はあるんだけど、なんか最近のアップデからすっげえ足速くなったし、でね、なんかジノラだけ特殊なのかわからないけど、トラップしてからのシザース異常に速いんだよね。
これはちょっと俺の感覚かもしれないんだけど、それがめちゃくちゃ強いし、で、シュートもめちゃくちゃうまいし、で、このフィジカル面に関してももっと高い気がする。体幹もっと、まあ、体幹だから体幹ってわけじゃないんですけど、なんかもうフィジカル全部90以上を超えてるぐらいの体の強さありますね。で、まあ今ほんと SBC でこの選手来てるんで、まあ作った方がいいと思います。作ったら強さに感動するレベルで、めちゃくちゃジノラは、軽いですし、今年のジノラは。で、テクニカルも速いしっていうところで、おすすめです。まあ欠点はね、スタミナが本当にないところ。マジでジノラは、去年っていうか毎作そうだよね。ジノラって60分ぐらいでヘトヘトになってるところがあるから、多分動きすぎてんのかな。まあ、わかんないけど、まあ、スタミナがちょっとね、欠点にはなってくるので、まあ、60分ぐらいで変えてあげるのが一番いいと思います。重さはあるけど、もう速さでなんとかなるようなタイプです。おすすめです。7位がペレになります。173センチのハイビニード54となっております。能力がね、まあ、ペース94。めちゃくちゃ速い、ペレは。本当に速い。で、シュートもめちゃくちゃうまい。まあ、数値が物語ってるよね、初期値の。95ってやばいわ。で、パスもめちゃくちゃうまいし、ドリブルももうキュンキュン軽くて。で、地味にフィジカル80乗ってるのも嬉しいポイントですね。プレイスタイルがね、高精度、パワーショット、鋭いパス、テクニカル、トリッカー、クイックステッププラスといったところですが、まあ、これしかないけど、めちゃくちゃ強いですね。トラッパーないけど、あるみたいな感じでトラップしてくれるし、まあ、本当になんか、このペレの、ウィンターワイルドペレなんですけど、まあ、今度、来るイベントとかの、さらに強い上位互換のペレとかで、トラッパーとかついてたり、ティキタカとかついてるペレだったら、最強なんじゃないかな。実際今のこの数値だけ見てもやばいからね。ペレに関しては。本当に異常に、なんか数値詐欺って感じする。96じゃなくて、98ぐらい、なんかある感覚っすよね。このペレは。こう、パッて見たら、え、やばくない?この能力って。実はなる選手の一人だと思います。まあ本当に、ドリブルの軽さは、トップクラスだと思うし、で、足の速さもトップクラスだし、シュートの上手さもトップクラスなんで、これは本当めちゃくちゃ強いですね。逆足4っていうのが唯一欠点かなとは思います。まあそれでもめちゃくちゃ強いと思います。6位がハムになります。165センチのハイミリード55になってます。能力見ていくと、まあこれも、まあもう本当にやばいよね。もうペレ、と一緒だよね。ペースめちゃくちゃ速くて、シュートめちゃくちゃ上手くて、パスも上手くて、ドリブルも軽くて、で、フィジカルの数値も、素晴らしいと。で、プレスタイルが、高精度、パワーショットプラス、トラッパー、フレア、ラピッドプラス、容赦なし、クイックステップといったところで、なんかね、自分が当てた当初は、なんかラピッドプラス持ってるからドリブルも重いし、あれ?期待してた通りじゃないなと思って自分は大会で使わなかったんですけど、なんか最近になってすんごく強化された感じがして、使ってみた時にドリブル軽いし、でめちゃくちゃこの迅速プラス感じたし、で容赦なしもあるから1試合通して使えるし、で早いしって言ったところで、なんかね、強化感がすごいっすね。で高精度あるのもハムはいいっすね。これ55で真ん中で使えるから。でまあ文句ないね。言うところはまあ全然ないから、もうほんとこのクラスになると、基本的に能力に関してはおかしいし、まあもう言うことはないから、まあ欠点は、もう欠点もないんだよな。なんかまあやっぱ、迅速プラスだけど、やっぱりなんだろう、ラファエル・レオンとかアンリみたいな、もちろん速さは身長が小さい分ないから、そこがちょっと、期待しすぎちゃダメぐらいかな。うん。あとはまあドリブルが若干、硬い感じがするぐらいで、まあそれ以外に関してはまあ全然、問題ないと思いますし、本当に強い選手だと思います。5位がワイクリスになります。187センチのハイローの54となっております。能力見ていくと、まあペース92としっかりやって、で、シュートはやばい。多分一番うまい。もうシュートはやばいです。で、パスそこまでで、ドリブルもちょっと重さは感じるような感じですけど、で、フィジカルの数値も、まあまあまあ、クリスなんで、フィジカルはめちゃくちゃありますね。プレイスタイルが、パワーショットプラス、パワーヘッダー、フレア、クイックステッププラス、トリベラ、極芸師、エアリアルといったところで、まあ、これはね、まあなんか最近、昨日の DR とかで、9-1? ウィンター・ロナウドと当たったけど、やっぱ強いわ。やっぱりね、ボディタイプが、クリスって固有だから、やっぱ体の強さすんごく感じるし、なんかやっぱシュートのうまさピカイチだし、まあこのクリスは、まあ相手何回かしたことあるんですけど、めちゃくちゃ速いし。で、やっぱり、
エアリアル持ちっていうのはでかいね。うん。やっぱりこの固有ボディでジャンプ99でエアリアルなんで、まあ、4321のサイドとか、なんかハーランドちょっと重すぎるけど、クリスだったらっていう人とかは、まあ、めちゃくちゃ強いと思いますね。まあちょっとなかなか排出枚数も少ないし、変えるカードではないとは思うんですけど、まあやっぱりシュートのうまさ、まあ本当クリスはクリスっていう感じですね。まあなんかまあ今までのクリスに比べたらね、FIFA 23とか22のクリスに比べたらもちろん落ちるところはあるけど、まあそれでも当然強い選手ですね。本当に足の速さが異常に速い、これは。うん。だからもう本当に縦に縦に行って、もうひたすらパワーショット打ってみたいな。で、クロス合わせてみたいな感じの、使い方をするのがいいんじゃないでしょうか。はい、4位がファイアネイマールになります。175センチのハイミリの55になってます。能力見ていくと、まあ、ペース89とね、めちゃくちゃ速い感じはないけど、細かいところの速さはめちゃくちゃあります。で、シュートは超うまい、やばい。このネイマーほんまに1対1ほぼ決める、1対1っていうかもう横横シュートみたいなやつはほぼ決めますね。で、パスもうまくて、で、ドリブルはキュンキュン、これは本当にやばい。で、まあまあまあ、フィジカルの数値とかネイマールって感じなんですけど、で、スルーパス、テクニカル、フレア、トラッパー、トリッカープラス、トリベラ、クイックステップといったところで、もうネイマのね、トリッカープラスはやばいね。本当に固有、どのトリッカーよりも細かいし、ドリブルのしやすさは、ちょっと異常。本当このファイアネイマは、ずーっと使いましたけど、やっぱ今まで使った選手の中でもトップクラスに衝撃を受けた。もう、やばいなって。この選手はさすがにちょっと使用感やばいなって思った選手の今作一人ですね。それぐらいやっぱりこの選手のストレイフもう異常、異常、本当に異常だから、まあ一つ難点を言うとしたら、もうドリブル楽しすぎて横出せばいいとこもドリブルするとか、そういったなんかちょっと遊んじゃうみたいなところが難点ぐらいかな。この選手はやっぱ値段としてもね、まあ、400万ぐらいで購入したんですけど、まあ、今じゃ500万を超える値段になってますし、まあ、本当にその通りの値段だと思います。500万で誰買えばいいですかって言われたら、俺はもうファイアネイマー押しますね。それぐらいもうこの選手は理不尽極まりない、1枚だと思いますので、ぜひ使ったことがない人、まあ、コインが余ってて使ったことのない人は使ってみてください。この選手のストライクはやばいので、で、ドリブル楽しいし、シュートも上手いので、おすすめです。3位が、ワイ・ハーランドになります。195センチのハイミリの45になってます。まあ、能力は、やばいよね。めちゃくちゃ速い。めちゃくちゃシュート上手い。で、パスがあんま上手くない。ドリブルもあんま上手くない。で、ヘディングと守備は半端ないといったところで。で、プレスタイルがね、パワーショットプラスにパワーヘッダーに、もうこれつけちゃダメだよね。エアリアルプラスに、曲芸師にクイックステップっていうところで、まあ、ワイハーランは、なんといってもコーナーキック、そしてクロスの強さがやっぱ異常。もうやっぱ身長が195あるし、まあ自分ジルクゼ使ってるけど、それに比べてもやっぱね、積極性が99。ここがやばいね。もうほぼ競り勝つ。で、ほぼ前に出る。だからもうなんか結局、なんか適当にハーランドに蹴って、もうそれも全部ハーランドが競り勝ったり、なんかそのままかっさらったりするみたいな。で、体の、で、守備貢献もハーランドは良くて、やっぱでかくて速いから、サイドの守備貢献もすごくあるし、まあ、もちろんこの選手でね、ドリブルいっぱいするっていうタイプではないので、まあ、キュンキュンってタイプでもないんで、まあ、そういう使い方はちょっとできないんですけど、まあ、やっぱり理不尽さって言ったところでは、まあ、今作ナンバーワンじゃないかな。もう全選手の中で、多分、理不尽度ランキングはこの選手が一番あると思う。だから1位にするか迷ったんだけど、今回。まあでもさすがになと思って、まあ、3位にはしたんですけど。まあ一番なんか、うまく使われたら一番止めれない選手はこの選手だと思いますね。それぐらいちょっとやっぱり、理不尽極まりない1枚だと思います。はい、2位がバペになります。182センチのハイローの54になってます。能力、もうやばい。早すぎる。シュート、うますぎる。パスもうまい。ドリブルは、そんなに軽くはないです。実は。実はバペはね、そんなに軽くない。Y になっても、まあもちろん、迅速バペ、92バペとかに比べたら若干は軽いけど、まあなんか劇的に軽いっていう感じではないです。で、フィジカルも素晴らしいといったところで。で、プレスタイルがね、高精度、パワーショット、トラッパー、フレア、ラピッド、クイックステッププラスとトリベラプラスといったところで、まあ、ワイバペは言うことないかな。まあなんか、理不尽さはハーランドに比べたらもちろんその、止めれないことはないんだけど、もう、
止めれないことはないけど、縦行かれたら終わるみたいな感じだね。選択間違えたらもう一瞬で終わるから、まあやばいよね。ハーランドに関しては別になんかまだ重さとかがあるからあれなんだけど、まあ、クロスとか上げない人からしたらバペはもう早すぎるし、シュートうまなんか早すぎるんだよな。多分んとどの選手の中でも一番早いのは間違いなくこのワイバペですね。もう縦行かれたら絶対止めれんし、ちょっとでも隙与えたらもう縦行かれちゃうんで、で体もね強いんだよね。これもいいところ、ワイバペに関しては体が強い強い、もうなんか貫通される、縦こうバッていって取ろうとしてもバペボールみたいなことめちゃくちゃあるし、あとジャンプ99っていうのも実は偉くて、結構ヘディングも強いから、結構雑にバペに蹴っても競り勝つことめっちゃありますね。相手のサイドバックめがけてバペ競らせるとほぼ勝つんで、そこもいいポイントだと思います。まあまあ言うことないでしょ。まあ気になるのは左足だね。左足がやっぱりバペは下手だから、そこだけ気にしてあげればまあ本当に最強の一枚なんじゃないかなとは思います。はい、ってことで1位が、YR9 になります。最強です、これは。183センチのハイミディの55といったところで、まあ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 、もう本当にやばい、これは。普通に、もう足早すぎるし、で、シュート上手すぎるのと、やっぱね、ポジショニングが超優秀。もう、パスして打ってくれるところに毎回いてくれるのが、もうこの選手。もうどの選手をこう探しても、やっぱ R9 は特別だね。もう、横パス、いてほしいところにいつもいて、で、あとはもうワントラップして打つだけみたいな感じの選手だから、もうそのポジショニングの AI の賢さはもうどの選手の中でも一番いいんじゃないかな。まあ、パスはちょっと下手だったり、あとドリブルがそんなに、まあけどキュンキュンってわけじゃないけど、全然ドリブルは軽いけどね。うん。で、まあフィジカルは、まあなんか85なんだけど99ありますね、これ。本当に体の強さ異常です、こういうボディなんで。で、プレスタイルが、高精度と、ループショットとテクニカル。これあるのいいね。で、クイックステッププラスに、エアリアルプラスにトリッカーなんですけど。まあ、エアリアルプラスに関しては、そこまで恩恵感じないです。この選手、競り合い弱いです、普通に。ハーランとかみたいに、なんかファーにクロス上げてヘディングみたいになると、全然勝てない。多分、積極性47しかないのも影響してると思いますね。身長ちっちゃいし、積極性47しかないから、競り合いに関しては、まあ、勝つけど別に強くないみたいな感じだね。うん、相手のやっぱりセンターバックに対して、対峙すること多いし、相手のサイドバックにも普通に勝てないね。だからこのエアリアルプラス、マジでいらんかった。多分フィネスプラスとかだったら多分おかしなことになってたね。この選手。これじゃなくてね、フィネスプラスだったら、本当にナンバーワン中のナンバーワンだったんだけど、まあそれでもなんかね、R9 はもう本当に、もう言うことないかな。もう能力はさ、やっぱパスとかドリブル見るとペレとかの方が強く感じるんだけど、全然違う、これは。ちょっと特別すぎる一枚かなとは思います。最強だと思います。はい、ってことで、以上になります。あとちょっと気になる選手紹介していきたいと思います。まずはラウールですね。この選手めちゃくちゃ強い。相手にいると本当に嫌だ。180センチのハイビリの4号といったところで、まあ、全体的な能力はね、そこまでなんですけど、まあ、ペースとかはそんな速くないんですけど、シュートめっちゃ上手くて、で、パスも上手いし、ドリブルも、まあ、最低限の軽さがあるっていうところで、でね、フィネスプラスなんだよね、これ。フィネスプラスに、クイックステップ、テクニカル、フレア、トラッパー、トリベラっていうところで、もうほんとね、4号のフィネスプラスって、まあ、損ぐらいしかいないから、あとまあ、プテシャスとかになっちゃうとあれなんだけど、まあ、ST で置いたら超強いんじゃないかな、これ。今やっぱりフィネス環境ではあるし、トリベラが弱体化されて。で、フィネスはマジで上手いから、この選手。相手にいたら毎回点取られてるんで、本当に値段も高すぎる感じでもないんで、おすすめです、ラウルは。あとは、まあ、これはね、ちょっと俺がお気に入りの選手なんですけど、ラウタロめっちゃ強いです。57試合で65点取ってるんで、これはめっちゃおすすめ。もし、作った人だったら、作った人だったら、使うべきだと思います。まあ、足はそこまでめっちゃ速いわけじゃないけど、シュートが特にうまい。今まで使った選手の中でも、1、2を争うぐらい、本当にシュートがうまいね。うん。で、テクニカルプラスってやっぱフレアプラスがあるからなのかな、もしかしたらシュートの精度がさらに上がるって書いてあるから。で、トリッカーとトリベラとクイックステップっていうところで。まあなんかね、めちゃくちゃなんか早いとかそういうのはないんだけど、なんかね、シュートが特にうまい。もうほんといい位置にポジショニングして、とりあえずシュート打つみたいな、そんな感じの選手で。ほんとこの選手の右足はかなり、もう期待感抜群なんで、
あのラウタロウ今後ね、あのアップグレする可能性もありますし、もし持ってる人がいるんだったら、一回ちょっと使ってみるのもありだと思います。結構おすすめです。まあ、あとはグリマンとかどうなんだろうね。気になるよね。ハイハイの54で、まあ、今怪我してるからあれなんだけど、まあ ST って感じではないんだよね。あの4321の CM とかが一番適性ありそうな感じ。まあ理由としてはやっぱクイックステップとラピッドないから、でペースも86しかないからめちゃくちゃ速い感じは出せないと思うし、でスルーパスとかティキタカとか考えると、まあなんか4321の CM が一番合ってそうな感じしますね。値段めちゃくちゃ高いからあれなんだけど、ちょっと使ってみたいっていうか気になる選手の一人ではありますね。まあアップグレもまだされないから、まあいつされるっていうか、まあ、出場して点でも取ってくれれば上がってほしいなっていうような感じですよね。まああとはまあゼビオ、まあいっか、この辺はゼビオとかサムカ、まあ、ゼビオ使うんだったらサムカ使った方がいいと思います。やっぱり168のハイハイの4号で、やっぱりゼビオの、本当にこう見るとさ、本当全部ゼビオの強化版なんだよね、サムカーって。こう見ると、まあ、やっぱりアイコン、エウゼビオなりの、あのアイコン特有の強さっていうのはあるけど、あのサムカーは値段も別になんか過小評価されてる感じの値段だし、まあ、パワーヘッダーがちょっといらなかったりするんだけど、高精度あるし、ラピッドプラスとクイックステップでめっちゃ速いし、曲芸師あるし、やりやるあるし、でシュートは本当にうまい。これはやっぱりさっき言ったあのラウタロとかそんな感じ、なんかうまいシュート打つやつのシュート打ってくれるから、まあ、ゼビオもそうなんだけどね、まあ、サムカーは本当にあの相手にいることがあんまないんだよね。俺はもう使ってたからわかるんだけど、普通に何試合、29試合で34点取ってるし、やっぱり本当使用感としてはドリブルはねすごい軽いわけではないんだけども、縦への推進力だったり足の速さと、あとはパワー、あのシュートのうまさ、そこだけで勝負できる、カードなんじゃないかなとは思っております。まあこんなもんかね。まああとベルナーとかね、ポップとかいるとは思うんですけど、まあ全員の話してたら長くなっちゃうんで、今回は終わりにしたいと思います。最後にね、チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。では、ランキング動画も今日で最後ということで、まあ、また今後も出すと思うけど、とりあえず一旦区切るということで、またよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。